果たして落ツを震えるか、来期、ヘッドコーチとして西部入閣が決定的と言われるのが、鳥越祐介氏、53、だ。1993年、逆指名のドラフト2位で明大から中日入り、99年にトレードで大英、現ソフトバンク、2位席し、身長189センチの大型遊撃士として活躍した。 引退後はホークスで2軍監督や1、2軍の内野守備総類コーチなどを歴任。18年からは22年までロッテでヘッドコーチ、2軍監督を務めた。ホークス OB は、性格的には明るく、声がでかく、ジョークも言う面白い人間ですがと、こう続ける。指導者としては常に選手と真剣に向き合うタイプで、ナーナや妥協を一切許さない。現役時代は、 守備の人だったこともあり、基礎が一番大事、できなければ、できるまでやらせるという方針です。入団当初、基礎がおろそかだった今宮を球界を代表する遊撃に育てたのは、鳥越さんの指導あってこそ。松田も鳥越さんが根気よくノックを打ち続けたから、三塁の名手として活躍できた。球団内では、守備に関しては、あいつに任せておけば大丈夫。 絶大な信頼を寄せられていた不安もあるホークス時代は球団 OB ということもあり選手や球団も鳥越さんの性格やり方を熟知していた戸ざまとして入閣したロッテ時代はどちらかといえば一歩引いた印象だった野手が1軍半だらけの西ブに必要なのは厳しさこれまで西ブとは縁もゆかりもなかっただけにどこまでアクセルを踏めるかが重要になる とは全出の OB。鬼軍曹として本領発揮できるかどうかが、ボロボロになったチーム再建の肝になる。西武は次期監督探しが喫緊の課題だ。西武はすでに複数の有力 OB に打診するも、ことごとく断られ続けているそうで相当。難航しそう、とは球団 OB。一体西部で何が起きているのか、なぜ、難航しそうなのか。